こんにちは、イマジンハート研究所のナオリンです。今回はですね、これなんですけど、ちょっと珍しい、やつなんですけどね、これは電卓なんですよ。実は電卓ですね。電卓、今の電卓したらこんなちっちゃい手のひらに乗るような電卓ですけど、これはですね、非常に古い電卓です。シャープのですね、QT8D という、ここにありますけど、QT8D、ここに書いてありますね。AC 電源、100V 電源を使ったやつなんですけど、ちょっとね、これね、試しにやってみますね。一応ね、動くことは動くんですけど、ちょっと難点があります。難点があります。ほら、これ88って入れてますと、こうですね。これね、ここだけ4の桁だけね、4桁目っていうのかな、これ真ん中のところ、ここだけですね、つかないです。これね、ニキシー管っていうのかな、液晶じゃなくてですね、ニキシー管っていう古いやつですね。これがつかない。こんな感じで、ちょっとね、計算はできるんですけど、1足す1は2、こう2なんですよ、これ。ちょっとね、フォントというかね、字の形がですね、非常にユニークなんですけど、これ、シャープなんですけど、なんかね、シャープなのに黒曜って書いてあるのどうしてあるのかなと思って、シャープって書いてあって、ここに黒曜って書いてあるんですけど、これちょっとよくわかんないですね。あと、マイクロコンペットっていう愛称だったみたいですね。こうなってますね。で、これはですね、ちょっとね、調べたんですよ。調べて、こう、サイトを見つけたんですよね、これね。こういうサイトを見つけました。それによりますとですね、これ、あれ？ちょっと待って、こっちだ。シャープの QT-8D マイクロコンペットですね。これがね、できたのがですね、1969年ですね。ここに1969年って書いてある。ほら、はい、1969年に作られたものらしいんですけれども、1969年っていうと確かあれですね、東京オリンピックの年じゃないかな。で、僕が61年生まれなんでね、8歳の時ですよね。8歳の時なんで、小学校2年生ぐらいの時にできたのかな。はい。で、これに書いてあるんですけどね、これをちょっと読ませてもらうと、初期のブランド商標、シャープの電卓といえば、LC メイトを思い浮かべる方も多いと思うが、初期の、ブランド名称は、コンペットであったって書いてありますね。だから本当に初期のものなんですよ。コンペットっていう愛称というブランド名で、ここね、ちょっと見にくいから、ブランド名だったらしいですね。シャープが初めて、コンペットブランドの電卓を発売したのは、実に昭和39年のことだと言われているって書いてありますね。昭和39年、昭和39年、あ、そうか、オリンピックの年は39年か、間違いでもない、昭和39年だ、オリンピックはね。1969年はですね、昭和44年か。この辺がね、昭和とね、西暦ね、今、
今度あの天皇が、上位してですね、年号変わるんですけど、まあ年号いろいろな歴史とかねそういうのがあって、そう和歴はね、まあ必要だとは思うんですけれども、個人的にいつもねこの辺でね分かんなくなってね、変換かけるんですよね。そうしないとですね、年数がね、年が分かんなくなっちゃうんですね。だからね、ちょっとねどっちかにしてもらいたいですね。その辺ねちょっと面倒なんで、なんかね、こういう場合はこういうこっちに使うとかね、そういう風にもうごちゃごちゃになってるとね、ちょっとね僕としてはね非常に嫌だなと思ってます。だけれどもこの年号はねかあった方がいいと思うんですけど、ただ実際的に使うときはねちょっと困るんですよね。まあ脱線しましたけど、なので昭和44年ということですね。西暦でいうと1969年に発売された画期的な電卓ということですね。 QT8D っていうのが書いてありますね。そんで1969年といえばですね、アポロ11号が、月に行った、記念すべき土地であるって書いてますね。他にもですね、1968年にできたですね、ソニーの多分一番古い、コンパクトカセットレコーダー、それは2台ほど持ってるんですけど、それはですね、1969年のですね、アポロ11号とともにですね、月まで行った機種だと言われています。まあいろいろな陰謀説があって、ね、アポロ11号は本当に月に行ったのかという話もあるんですけど、まあその辺を置いといてですね、陰謀説は置いといて、とりあえずですねそういった機種もですね2台持っております。多分ですね、ざっと言って日本に10台はないんじゃないかと思われて、思います。っていうのは、その機種はですね、TC-50 という機種なんですけれども、それは10年間でですね、3回しかですね、オークションに出てないんですよ。だから、あとは、本当に個人で大事に使って、保存している人かですね、もしくは、まあ、蔵に入れっぱなし、のものとかですね、あとはもしかすると博物館とかどっかあるかもしれないですね。そのくらい古いものなんですけど、それ2台持っててですね、まあ今年はなんとかですねそれ動かして、その当時のね音を聞いてみたいと思ってるんですけど、これはですね、やっぱり3、アポロ11号が月に行った年にできた、ものですね。はい。で、他にもあるかな、あった。そのためですね、この QT-8D の宣伝文句はですね、アポロが生んだ電子技術、なんだ生まれました、ちょっと待ってください、アポロが生んだ電子技術生まれました電子ソロバンというもう一回言いますね、ちょっと分かりにくいね。アポロが生んだ電子技術、生まれました電子ソロバンっていう、ですね、キャッチフレーズですね、宣伝文句ここに書いてありますね。面白いですね。よくこう真ん中に書いてあると思いますけどね。はい。キャッチフレーズっていうかね、こう宣伝文句っていろいろとね、コピーライターが考えるんですよね。私もちょっとねセミナー行ったことあるんですけど、コピーライティングのセミナー行ったことあるんですけれども、まあ一言でですね人を引きつけるということで、まあコピーライターの人はですね一生懸命やってるんでしょうけれども、ですね、当時シャープはアメリカのロックウェル社に電卓用 LSI の、製造を依頼していたらしいですね。要するに当時は、まあ自前で、日本は自前で、
あの LSI は作れなかったっていうことかな。はい、このと、まあ、これよりもちょっと古新しくなるんですけど、カシオのですね、やっぱ2キシー管使った電卓、以前もちょっとだけ紹介したと思いますけれども、それも持っております。ですね、あとそんなにあれは書いてないかな。あとですね、これはまあいいな。まあこれ分解写真がこう載ってますけど、これね、今ね分解してみようと思ってます、今ね。でこんな感じ、こんな写真載ってますよね。うわ、なんかキーボードがこんなになってるらしいです。すごいですね。はい、ということでですね、あのこれから、分解していきたいと思いますけれども、これね分解していきたいと思います。その前にですね、ちょっとね業務連絡なんですけどあのちょっとね、クレからですね預かってる、あのものがあってですね、機種があってですね、4台預かってる中で、まあ他にもちょっとあの2台預かってるんですけど、同じ人にね、一応ですね、あのこう去年の暮れに預かったもの、これ2台ね、これあの 再調整したんですけどね、ちょっとねあのうまく動かなくてですね、1回直ったはずだったんですけど、うまく動かないで、この再調整のやつはもうあの一応ですね修理終わってますということで、まあ業務連絡ですよね。あとこの2つは、あとこのねやつとですね、あとねこのね、TCM100、これはあの初代ウォークマンの原型になった、ソニーの、カセットレコーダーなんですけど、これも非常に古いやつなんですけど、これからですね修理、今日あたりから修理しますんで、よろしくお願いしますというあの業務連絡なんですけど、はい、じゃあですね、じゃあ実際これね分解していってみたいと思います。分解していきたいと思います。どこから分解するのかな。あ、これね、ここ持ち運べるんですよね、これ。あの電卓じゃない、今のラジカセなんかこういうのがありますよね。それと同じようにこれ取っ手がついてる取っ手がついてて、でも電池ではないんですよね、これね。はい、じゃあちょっと分解していきますよ。この3つを取れば取れるのかな。この3つちょっとね分解してみますね。それであのまあさっきのニキシー管が壊れてるんで、それ直せればいいんですけど、一番いいんですけど、直らない場合ですね、あの真ん中が抜けてるとちょっと困るんで、一番左の方にこう入れ替えることが可能なのかどうかっていうのを含めてですね、ちょっと見てみたかったんで、ちょっと分解したいと思います。はい、これはね、まあ欲しいっていう人はいないと思いますんでね、こういうのは、僕が大事だと思うものなんで、僕は僕なりにですね、保存しておきたいと思うんですけど、取れないです。あれ取れないです。どうしようかな。そこの中にはないよね。隠しネジはないと思う。これもちょっと、ここもちょっと外してみますね。簡単に取れると思ったんですけれども、ちょっと取るのに手間取っております。あ、取れた。これ上が取れるんだ。上が取れるんですね、こうやって。どこ引っ張って。あ、取れた。取れました。はい、これは開けるのは何年ぶりでしょうね。多分、1969年から多分開けてないんだと思いますよ。
何十年ぶり、50年ぶりぐらい、ちょっと計算できないんですけど、ほら出てきました、出てきました、これです、これ、これさっきの写真にあったようにですね、うん、なってますね。あー、そっかー、これ日時間、あ、日時間なんで割れちゃったの、これちょっと割れちゃってますね、これね、上が、ほんとね、あ、これはダメだな、これはダメですね、これは日時間、ここ取り替えるわけいかないと思う。ちょっと待って、あ、いけるかな、これ、あ、これ取り替えられるね、ね、これ、ここね、ここ割れてるんですよ、なんで割れちゃったんだろう、これ割れてるんです、多分そのせいですかね、これね、足が全部くっついててですね、これ別々なんですね、全部別々なんだけれども、これ、一つ一つ桁が全部別々の日時間使ってるんですよね、そしてこれが、この金属のところで固定してる形なのかな、なので、この4桁目の、4桁、あれ違うの、あ、これじゃないの、4桁の目のを取ってですね、反対の一番端っこのやつに変えてですね、一応計算ができるようにしてみようかな、そしてですね、まあキーボードは、あれ、キーボードはこういうキーボードですね、さっきも写真にありましたけど、こういうキーボード、ちょっとパニック、どうやって、すごいですね、頑丈ですね、これはまあちょっと接点復活させてもいいんですけれども、まあこの辺は大丈夫ですよね、ちょっと汚いんで、あとちょっと掃除はしますけど、修理はちょっとまだしないですね、他のがちょっとあるんでね、で、これを、これ、この IC、これですね、これがロックウェルで作らせたっていう IC でしょうね、これね、AU2271-7020 っていうやつですね、これがですね、いくつ、4つ使ってるの、ちょっとね、この辺はね、取れるかな、だつはね、ここにね、ネジがあるんで、そうするとこれがそっくり取れるんじゃないかと思います。あ、見えないね、全然見えないね、見えなかったですね、シャープもだからこれからね、いろいろやっていきたいと思うんですよ。あと東芝もね、やっていきたいですね。東芝っていうのは、創業者っていうかですね、まあ前身にあたる、なんかね、やつが、まあ芝浦にできたのがですね、確か江戸時代の後期でしたっけ、一番最後の頃、幕末からですね、明治に入ってすぐぐらいの田中なんとかさんっていう人、ちょっと忘れちゃうんだよ、あのからくり人形とかね、作られた方ですね、万年時計っていうのかな、作られた人ですね、ネジを一回巻くとですね、1年間ですね、動き続けるですね、機械式の、時計、確か国宝になってるんじゃないかな、国立、博物館のかな、展示されてるんじゃないかと思います。よし、これ取れましたね。取れたんですけども、これはこれ取れない。あ、すごいですね。これはどうして、どうして。これが、これが、ほこりがするんですけど。Thank you.
こういうの見ると、この当時ですね、どうやって物を作ってたかっていうのがよくわかるんじゃないかと思います。よし、これだけど、抜けるんだ。押し抜けた。はい、抜けましたね。こう 下のケース取れました。これもプラスチックですよね。この頃まだもうプラスチックあったんですね。はい、こんな感じでなってますね。はい、これね、これすごいですね、これね。これ使ってたんだ。これね、コネクターなんですけど、あ、これね、分解できますよ、簡単に。あ、ちょっとね、滑らないかな。これ昔ね、僕が大学の時に、これユニバーサルボードを刺すのにこの手のねコネクタ使うんですよ。秋葉でよく買いに行きましたよね。これね、卓上のアーケードゲームっていうのかな、あれなんかを大学の時に修理してたんですけど、その時に使ってたのがこのタイプのコネクタですね。これでやっちゃうのね。ここに機種か、これだけなんか形が違うな。これ見て1、2、1、2、3、4、こうか。あれ、なんかね、こうダメになってたところだけ違うっていうか、このマークがないんですよ。どうしてだろう、なんでないんですかね、マークがない。ほら、確か4桁目でしたよね。4桁目っていうことは、これはプラスマイナス、マイナスとかですから、実際には1、2、3、4、5個目になるんですね。そうするとここなんですけど、これですね。他のやつとはちょっと違うんですよね。なんで違うんだ。はい。ね。こうなってます。だからこれ足を外してですね、違うところに持っていけばですね、交換すればですね、一応計算機、桁数は1個少なくなりますけど、まあ普通に使える計算機になると思います。トランジスタ使っててすごいですね。あ、これは両面基板です。両面基板、すごいね。通常まあ片面だと思ってたんだけど、両面基板ですね。ただしこれスルーホールは使ってないでしょうね、多分ね。あれ使ってんのかな。あ、スルーホールになってるのかな。すごい古いですね、こういう。これが表示部分ですね。表示部分まずね。そしてもう一つ、ここがメインなんでしょうね。まあ、修理は しやすいですね、こういうのはね。メンテナンスすればいいですね。ただ壊れた時に部品はないと思いますけどね、これはね。おっと、取れた。これがメインボードですね。メイン基板だと思います。はい、これね。はい、さっきのこの LSI をこれ4つ使ってですね、これパワートランジスタかな、多分。なんだ、CG2341、 これなんですかね。トランジスタだと思うんですけれども、あれ、トランジスタじゃないか、 IC か、これなんかの IC ですね。これ HD3103 っていうのがここについてるんですけど、これは何だろうな、何の IC だろうな。コンデンサーが1個ついてて、抵抗とね。はい、これちょっと古いですね。古い IC がついてます、これね。こういうのはなくなるともう手に入らないじゃないかな。はい、裏の基板もこんな感じでね。まあ基板としてこれ手ですね。手、CAD じゃなくてね、手で持ってね、パターンをね作ってるんですよね。なのでこのぐにゃ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 してるですよね。
今みたいにきちっとこうまっすぐいってないんですね、これね。うん。ね、今みたいに機械使って作られてないんで、うん、マスクっていうかですね、それをですね、エッチング用のマスクを、手で持ってね、こう作ってるはずなんですよ。あのテープみたいにずーっと貼ってね、うん、これスルーホール、一応スルーホール、スルーホールなのかな、ちょっとよくわかんないですけどね、スルーホールらしくいい、これがね、メイン基本ね。で、さっき言ったコネクタがこれですね、これこのコネクタ、これね、これ、コンピューターなんかのね、ボードを挿すときなんかもこれと同じようなものを使ってるんですけど、これ50ぐらいあったんじゃないかな。これで昔、手作りのですね、コンピューター、マイコンというかね、作りました。68000っていうですね、モトローラの CPU を使ってですね、全部手でですね、全部回路図から全部起こしてですね、自分で設計して動かしたことがあるんですけど、その時に使ってたのも、この手のタイプのですね、コネクタですね。何コネクタっていうのかな、エッジコネクタって言ったのかな。ここね、ここだけ金メッキしてるんですよ、金メッキ。ここだけね、コネクタに刺さる部分だけね。この辺もちょっと綺麗にして、で、見たいと思います。これはパワートランジスタですね。2SD94 って書いてある、94って書いてますね。はい、そして、まあ、この後、ここはあと、あれ、これなんか開きそうだな。なんか開きそうだ。開くのかな。あ、なんか開きそう。やめとこうかな今度ちゃんと修理するときにはこれやるかな。この辺はちょっとほこり払ってですね、一応ねやりたいと思います。あとこれスイッチね、スイッチ、はい、こんな感じで中になってます。はい、これはねとりあえず、もう一回取ってですね、取ってじゃないの、もう一回クリーン立ててたいと思います。あ、ここちょっと取ってみようかな。ちょっとここら辺取って、せっかくなんで、お見せできるところはお見せしておいてもいいかなと。これね、キーボードのところちょっとね、ちょっと外してみますね。この4つを取ります。どっちにしてもキーボードのところね、非常に汚れてるんで、どの機械もそうなんですけど、外とですね、つながってる部分、要するに穴が開いてたりとかですね、外に出てる部分ですね、その辺はやっぱりですね、こうほこりがどうしても入ってしまうんで、一応このネジロックしてますけどね。こういうのは別に鑑賞用でもないと思うんで、インテリアにどうぞっていうものではないと思いますしね。じゃあ実際にこれ使うかっていうとまた使わないと思うんですよね。なのでまあこう本当に欲しいっていう人がいればですね、お譲りしますけれども、まあ、これ自体は2200円で送料込みで買ったものなんですけどね。なんですけど、まあ多分ですね、お金出してほしいっていう人もまあいないんだと思います。ただですね、これ見て面白いですよね。そんで参考になるというか、歴史的にもですね、あ、こんなものを日本人がですね、あ、一生懸命作った時代があるんだなと。戦後だって、39年ですから、第二次世界大戦が終わったのが昭和20年ですから、
20年から19年、約20年でですね、こんな、ものまで作ってしまったわけですよね、復興ということでね、はい、こういう気分、あ、これね、これね、そう、これ秋葉原行くとね、今でもね、この手のキーボード売ってますよ。あのこう金属のこう台にこう、まあ今売ってるのはこんなごっついやつじゃないんですけどね、昔のそう、あのパソコンのキーボードなんかもこの手のタイプのものを使ってました。今はですね、一体にまあ安く作ったりなんかするためにね、こんなのはないですけども、うん、もうほらあのカシオで電卓やってましたけどね、こう あんまりいいあのあれじゃないですね、あの電卓とキーボードって少し押し込んでクリック感があるんですね。これクリック感がないんですよね、普通のスイッチなんでね、クリック感がない。キーボードの場合っていうのはクリック感があるんですよ、わかりますかね、ぐーっと押し込んでいくとプチッと切れるところがあるんですね、そこがクリックなんですよ、クリック感って言ってるんですけどね、実際にはね、それね、あの歌詞の時ね、企画があったりとかいろんなあってね、それをそのクリック感を測定する機械とかあるんですよね、ずーっとまあこう機械がぐーっと置いてきて、その時の圧力ですね、あの先端にかかる圧力が記録されるてるんですよ、ぐーっと落ちてくるとぐーっと圧力が上がってきてですね、クリック感がカチッとこう押される瞬間というのは圧力がポンとなくなるんですよ、だから波形的に言うとぐーっと上げてストンと落ちる、うん、そういうあの、感覚なんですけどね、キーボードなんかどうかな、今ねこういうスマホなんかだとね、そんな全く関係ないですからね、クリック感とかあんまり言わないんですけど、こう電卓でも特にまあ、よくこうパチ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 ってやるようなものとかですね、あとさっきのですね、今回直したですね、これなんかね、これちょっとこれまた忘れちゃうといけない、テープよくねテープ入れっぱなしにしてね送っちゃうんですよね、もうおっちょこちょいなんでね、天の弱でおっちょこちょいの、なんですけどね、こういうキーね、これもこう音聞こえないかもしれないですけど、こう押すときにクリック感があるんですよ、こう押した瞬間にククッとこうスイッチが押される瞬間っていうのがあるんですよ、音もしますけどね、クリックでカチカチってね、そういうのは結構ね、まあ操作性としては重要なところでもあったりします。なぜかというとですね、あのブラインドタッチってありますよね、バラ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 って、それの時にこう本当に押されたかどうかっていうのはやっぱクリック感でね、カチッとクリック感があった段階でですね、キーボードが押されたって認識するんでできるんで、そういうクリック感って結構大事なんですね。はい、これでですね、まあ一応ですね、全部ではないけれども、うん、これ実際にはこれここの単位でね、これ列になってますけど、この単位でまたね分解できます。ただそれ分解するとここの辺のね、あのやつもちょっとハンダ付きを取らなくちゃいけないんで、そこまでやらないですけど、ちょっとねやっぱこういうところね、ちょっとやってみますとですね、こうここに見えるかな、見えないかもしれないです、ちょっとほこりちょっと出してみますね、これほこり、こういうほこりがね結構ね多いんですよね、はい、こういうの全部ねちょっと掃除してやります。はい、ということで非常に珍しい古いですね、電卓ですね、まあ電卓の、まあ電卓はまあこれはあれですけど、あの電卓は結局コンピューターの一種、もう一種っていうかですね、最初まあチューリングマシンとかですね、いろいろ昔からですね、机上のものとかねあって、
紙で記録したりとかですね、いろんなのこうあったんですよね。それで日本っていうか、どうなのかな、戦争中にエニアックっていうですね、確かエニアックだよね、真空管の、コンピューター、それがですね最初、ね、年号はちょっと分かんないですけれども、エニアック、まあ、あのグーグルでちょっと調べてみてください。エニアックっていうアメリカのですね、主に弾道計算をするために軍事用のコンピューターですね。確かね、2、3階ぐらいの建物の中に、真空管がもうえらいたくさん あってですね、それで、まあ、計算をしたっていうのがコンピューターの一番初めというふうに、まあ、認識してるわけですけど、真空管何せたくさん使ってるもんですからすぐ真空管が壊れてですね、そのために真空管取り替えながらですね計算してたっていうものですね。まあ日本で言えば、まあそろばんなんかも計算機ですよね、一種のね。あとはいろんな手で回してやる計算機とかもあったりなんかして、いろんな、まあ計算暗算もう、まあ計算、人間の頭だけで使う計算なんですけど、昔からですね、計算をですね、いろんな機械を使ってですね、計算をしようとしてたわけですね。化学計算とかですね、まあ例えばニュートンであるとかですね、そういうの数学使っていろいろと法則なんかもね、解析したりとかもするんですけど、膨大なですね計算量が必要だったりなんかして、やっぱり全部計算できないから、なんとか少しずつでも ね計算を早くしようという、意図でもって、まあ、計算機っていう形でできたんだろうと思いますね。で、まあ計算機と、まあ、コンピューターの違いなんですけど、計算機はですね、手によってですね一つ一つの計算をしていくんですけれども、それが、コンピューターになった時にプログラムっていう概念が入るわけですね。今プログラミングとかですね AI とかって言ってるものがあるんですけれども、言ってるんですけど、それは全部要するに、プログラム、誰がやったんだろうね、チューリングだっけな、チューリングマシンっていうのがプログラムを使ったのかな、ちょっとねその辺ちょっと定かでないんで、もし興味のある人は自分で調べてもらえばいいと思いますけど、またその辺を調べてやるかもしれないですけど、こういう場合でね、要するにプログラムっていうのは手続きですね。に例えばこれ 1+2+3+4+ っていう、もの、人間でやればそうなんですけど、それを手続きとして、ね、覚え込ませていくんですね。だからこれやって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 という、要するに、操作仕様書みたいな感じかな、はい、単純に言っちゃうとね、プログラムっていうのはね、機械が理解できる操作、仕様書を作ってですね、その通り動きなさいっていうのが要するにプログラムですね。その時に操作っていうのはまあ、一律に全部流れていくものだけじゃなくて、やっぱり分岐って言ってですね、まあ、まあ、どっちの作業をするかっていう分岐点っていうのがあったりするわけですね。そういうのも含めていろんな異風文であるとかですね、そういうね、いろんな文法があって、それによってこうどうやって動きなさいっていうのをですね、コンピューターにこう知らせるっていうかですね、記憶させるのがですねプログラムですね。で AI っていうのはですね、基本的にはその人間が作ったプログラム通りに動いているんですよ。まだね、まあ学習型プログラムというのとかも本当はあるといえばあります。あとはウイルスなんかでも、ミューテート型って言ったっけな、要するに自分自身の構造っていうかですね、プログラムを少しずつ変化させながらですね、ウイルスみたいにね、ウイルスも、自分の体の中にあるRNA ですね、 DNA じゃなくて、ウイルスは DNA と持ってないんでね、 RNA、人間の体にも RNA とですね DNA というのがあります。その要するにウイルスの場合は RNA のですね情報を少しずつ変化することによってですね体制を、
増やしていくとかね、そういうのがありますよね。でそれと同じようにウイルスの、コンピューターウイルスでもですね、だって自分自身のこう識別されないようにですね、自分自身を変えていくっていうのもあります、うん、プログラムの中にはね、まあこうコンピューター自身っていうかプログラム自身でですね、創造的なことを自分自身を想像していくっていうのはですね、なかなか今の AI では難しいんではないかと思いますね、うん、なので今、まあ AI って騒がれてるんですけど、 AI がですね、まあ反乱を起こすとかですね、そういうことはねまだまだ先の話でね、そこにはねちょっとロマンっていうかですね、多分言ってる人たちの、まあ、技術者の中でもやっぱロマンチストとかいますんでね、ただまあ、どっかでなるかもしれないですけど、そういったね、感情を持ったりとかすることがあるかもしれないですけど、今の理論で、そういうことになるっていうことはほとんどファンタジーの世界だと思いますね。なので AI どん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 今のところやってってほしいと思いますね、ただねやっぱ AI っていうのはAI はね確かにそうなんですけど、人間を要するによく AI は人間を超えられるかっていうこと言うんですけど、人間自身の定義がないんでね人間自身の定義がないとおかしいんですけど、人間はいるから人間なんですけれども、ただここまでが人間だっていうね定義っていうのは厳密ではないと思うんですよね。生命でもそうですよね、なので、そういう意味からすればですね、AI が人間を超えるというよりもですね、 AI はですね、当分というかですね、今の理論上の話で言えばですね、AI は道具に過ぎないんでね、道具っていうのはですね、またね強い道具であれば強い道具ほどですね、こう使う側のね、徳というかですね、倫理が問われるわけですよね、包丁だってね、よく包丁の話するんですけど、包丁道具なんで、すごく切れる包丁を使うとお刺身なんかすごく美味しい、お刺身、まあ、切り口がスパッとしてねできます、でも鋭い包丁はですね逆に人を殺すこともできるんですよね。その道具っていうのはこれも全部道具なんですけれども、道具っていうのはそれを使う人の意識がそこに現れるわけですね、結果として現れるんですね。だからピストルを持ってる人が強盗であればですね、それはですね人を殺しの道具になるかもしれないですけど、それは警官であれば人を守る道具になるわけですね。そうですね、今もボン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 こうミサイルが飛んでくる、ボンボンでもないで、ね、核ミサイルとかね核実験なんて言ってる、要するにそれもですね道具なんでね、それをコントロールする人間によってですね、こう良くも悪くもなるということですね。いやもうそれはもう開発する人やですね使う人次第ですね、それが悪いと思う、悪いものかいいものかってそういうものだと思います、AI もですねもっと、ね、僕は広角機動隊のようにですねある意味人間の脳を超えるっていうかですね、あれもね人間の脳を超えてるわけじゃないですか、広角機動隊はね、エクスペンドっていうのかな、要するに拡張ですね、人間の脳の拡張、今まではどちらかというと脳の拡張っていうのはあんまり表に出なかったですね、足とかですねそういうのの拡張は、電車であり車だったわけですね、それがまあ20世紀の全般ですよね、船もそうですね、飛行機は人間に鳥の翼を拡張したものですね、なのでまあ頭に関して言えばですね、本とかね、本やノートとかその辺はですね、広い意味で言えば頭の機能を拡張してるわけですね、記憶の拡張ですね、ノートはだから自分の記憶を書き留めておく、要するに記憶の保存、記憶保存の道具としてですね頭の機能を拡張してるわけですね。で本に関して言えばコミュニケーションの拡張でもあるわけですね、
それはまあ本にしてどっかに送れば外国なんかでも読めるかもしれないし、保存しておけばあの過去の過去で未来の人もが読めるかもしれないね。そういう意味では人間の脳の拡張ということを言えると思うんですけども、電話もコミュニケーションの拡張でもってですね、コミュニケーションというのはある一人の人ともう一人の人の脳をですねこう結合してやるっていう思考の結合というかね、感情の結合というかね、そういう方法だと思うんですね。言葉っていうのはそうですね、言葉もある意味脳とかですね、あの脳の拡張機能ですよね。一人でこう考えてても、今もそうですよね。僕は一人で話してますけど今ね、一人で考えてると頭の中でぐるぐる考えてるとなかなかこうあの知識なんかも全部ないわけだから、限界があるわけですね。ところが会議とかですねやると何十人とかですね、でこういろ同じことを議論するわけですね。そうすると一人の脳からですね複数の人の脳の、統合っていうかですね、複合の知識になるわけですね、それがまあある意味、発展したのがインターネットですね。電話回線とかもそうなんですけど、今爆発的にね、20世紀後半からですね、確か1990年以降ですよね、インターネット、まあ、あの普及しだしたのね、それもだから商業化が OK になってからですね爆発的に、広がったわけですけど、それまでは商業ベースはダメだったんで、商取引とかですねそういうのはできなかったんで、学術的なあのネットワークとして、まあ、軍事ネットワークとかねそういうと商業的な分野を除外した形でネットワークはあったんですけれども、それが一般的にも開放されたっていうのが1990年代だったと思います。それによってですね爆発的にインターネットの技術が普及して、それでウェブ WWW ワールドワイド、ウェブですね、ワールドワイドウェブですね、 WWW っていうね、ブラウザーとかで今ね インターネットを見るっていうと大体はブラウザークローンとかですねインターネットエクスプローラーとか使ってると思うんですけども、それはその WWW っていうですね、ワールドワイドウェブを使っウェブで書かれたね、もの HTTP っていう言語かな、まあ基本的にはね いろんなのがこう複合してるんですけど、それで1990年ぐらいは確かね文字ベースぐらいしかなかったんじゃないかな。それがこうそれがなんだ写真とかねそういう静止画になって、音声になって、で今は動画ですね、これ今流してるの YouTube ですね。これねあの2000年ぐらいは考えられなかったですよ。あの本当僕もあの動画っていうかで、ね、テレビ電話をちょっと研究してたところがあってですね、動画を送るっていうのはものすごい膨大なあの回線が必要な、あの回線容量が必要になるのと、それを蓄えておくには膨大なですね、メモリ空間が必要なんですね。で今はね YouTube も昔はねあの15分までとかね確かねあったんです、制限がね、その後にユーストリームっていうのが出てきまして、それがね無制限とは言わないけれども1時間とか2時間ね、それあのライブ中継がメインだったんですけど、その頃、まあ、YouTube からですねユーストリームに乗り換えてですねライブ発信をちょっとねしてた頃もあります、あのセミナーみたいな感じでね、それからですねまた YouTube に戻って、僕は今 YouTube ぐらいしか使わないんですけれども YouTube ですね、ニコ動なんかもありますよね今はね、それはまああの Google がバックについたんでね、僕はあの YouTube のバックはあの Google なんで、それまでっていうのは、YouTube は YouTube で独自だったんですね、だからなかなかできなかったんですけど、Google に
確か買収されたのかな、ちょっと忘れちゃったんですけれども、それからですね Google の広告の、ビジネスモデルとですね合致してですね Google のコンピューターの、サーバーというかねコンピューター技術と融合してね今 YouTube がね YouTube ね最近はライブも始めたし、今50分になりますけれどもそうやって長いやつも、どんどんですねあの溜め込んでくれて発信してさせてくれてるわけですね。それはまあ Google すんげえ感謝してますね。こんな時代が来るっていうのはまあ多分これをこのねこのさっきのこの電卓を作ったですね、昭和39年、1969年39年だよね。うん。じゃあ1969年か。1969年には考えられないことだったと思いますね、はい、で今もネットがどんどん、進化してると思うんですけれども、はい、そういう、うん、まあなので、まあ、ネットはねある意味僕はあの一時専門だったんでねあの実際ね SE の時とかネットなんかもやってたんですけれども、はい、ということでまあまあいろいろと出すこれ以上やると脱線してしまいそうなんでそんなところかな。はい、だから古いものを見ながらですね新しいものを想像していくっていうかですね、こんな時代があってこうね歴史っていうかね今ね実はねまた脱線しちゃうかもしれないですけど私ね歴史まあこういうものの歴史じゃないですよ。あの要するに日本史とかですね世界史学校でですねほとんど勉強しなかった、好きじゃなかったからね嫌い大っ嫌いだった。まず人名が覚えられないね私ね、あと数字が覚えられないね、地名が覚えられない、この3つ揃ったら歴史なんか点数いいはずないですよね。なのでもう全然覚えられないし全然面白くないんで、中学高校とですねほとんど歴史はサボりましたね。だから全然わかんないんですよ。で今いろいろといろんなこと騒がれててね、そんで断片的にねまあ去年の話で新潟行ってね、泊まった、車中泊した車中泊した、道の駅の真ん前がですね田中角栄記念館だったんですよ。その横がですね日中友好、なんか記念公園みたいだったということでね、いろいろそういうのでちょっと興味が最近歴史もね興味があって、歴史っていうのはやっぱ自分のルーツっていうかですね文化のこうルーツでもあるんで、それを把握してるっていうことはまあ必要なのかなと思ってですね、なんとですね今高校のね歴史、日本史 B とですね世界史 B をですねメルカリでちょっと安いやつを買いました。で、どうやって勉強しようかなと思ってですね歴史好きな人にですね相談したらですね、とりあえずね、高校の歴史のね教科書読んでみたらと言われましてね、そうだなと思って、まあ今はもう歴史の教科書なんかね間違いが多いとかいろいろ言われてるんですけど、それはそれとしてねまたいろいろ調べていけばいいんで、土台としてねやっぱ基礎としてですねちょっと一回ざっと読んでみようかな。はい、それでこうその中でねやっぱ本当の歴史と教科書に書いてある歴史って違うかもしれないんでね、それはそれでこう比較しながらですね今言われてるものとですね、教科書に書いてあるもの、教科書ではこう書いてあるのに今巷にはこういうふうになっているとかねいうものもちょっとねすごく興味があって、僕は別にね歴史どっちでもいいっていう言い方かもしれない。真実っていうかね、実際にどうだったのか知りたいんですね。良くも悪くもですね、本当のことを知らないとですね、これからの予定が立てられないんですよね。予定って未来を未来が見えなくなるんで、
いいところもですね、悪いところもですね、あの全部ですね、こう本当のことを知りたいというのがあって、それやってます。あともう一つね、あこれからやらなくちゃいけないと僕思ってるのはですね、あの日本の歴史もこれから勉強します。歴史を語れるほどっていうかですね、それよりも全然基礎知識がないんでね、これじゃまずいなと思ってね、これからなんか憲法改正なんていうことも言われてるんですけど、それね、こうみんなにね踊らされるっていうんじゃないけど、マスコミとかねネットもそうですけれども、煽られるっていうのはね、あの僕は好きじゃないんでね。だから前にも言ったように、猿回しのね猿には絶対なりたくないんでね、自分の意思で決めるっていうことですね。誰かが言ったから決めるとかじゃなくてね、僕ってみんなそうしなさいっていうわけじゃないんですけど、僕の中ではね、自分で判断していきたい、それで自分で判断するにはそれなりの知識とかね調べることも必要なんでね、その上でこう基礎とかも必要になってくれば、その基礎ももう一から高校やり直そうかなこの歴史の勉強をやり直すつもりですよ。そしたら、なんかね歴史能力検定とかっていう話ですね。1級2級3級って1級2級3級が日本史と世界史で、準3級とかですね、4級とかこうあるらしいんですけど、まあ今にとってもいいよ。それを取るために勉強する気にはならないですけど、取れるんだったら取っても面白いかなと思いながらですね、まあこれから多分これからの10年ですね、僕の中の10年、10年やったら自分の歴史が終わっちゃうんじゃないかと思うんですけど、自分の歴史が終わるのが早いかですね、あの日本とか世界の歴史がこう本当に自分が納得いく、ものがですね、見つかるというか、分かるのが早いかそれは分からないんですけれどもね、とりあえずですね、歴史っていうのは大事なことだと思って、なぜかというとですね、なぜかというかつながりあるんですよね。修理してる時にこう古いものをやってると、その時にね、これができた時ってどういう時代だったのかとかね、そういうのが分かると思うんでね、これから、まあ、徐々にですけどやっていきたいと思います。あ、それと僕よく分からないのが、いや日本の歴史っていうとなんとなくですね、こう、まあいろいろと聞いたりなんかしてですね、断片ではありますけど、なんとなく分かってる気持ちになってしまう。まあ分かんなくてもですね、なんかこう分かった気持ちになってしまうっていうのがあって、まあ分かった気持ちになるっていうのは一番危険なことなんですよね。専門家なんかもそうですけどね、分かってないのに分かってるよと思っちゃうと、なかなかこう新しいっていうかね、新しい発見ができないんで、一番いけないのは、僕が一番いけないと思うのは、分かったつもりになるっていうことが一番こう戒めなくちゃいけないことだと思うんですけど、まあ だけどまあ日本、まあ僕のなんか 本土ですね、東京なんだけど、東京にいるとまあなんとなく日本の歴史でこんなのかなって分かるっていうかですね、感じたりすることは多いんですけれども、分からないのはですね、沖縄の歴史ですね。沖縄の歴史、それもですね、また本土に行って、まあよく沖縄をこうないがしろにしてるっていうか、そういうふうに言われることがあったりするんですけど、それは僕は間違いだと思ってて、沖縄すっごい大事なところで、すごい親しみあるんですよ。僕行ったことないんで、今年はねぜひとも沖縄に行きたいと思ってるんですけど、本当ね、で沖縄の歴史っていうのはなかなか習わなかったような気がするんですよね。僕は勉強してないんですけど、勉強した人も多分ですね、沖縄の歴史はよく分かんないんじゃないかなと思います。あとはアイヌの歴史とかっていうのもあるかもしれないですけども、あとはですね、やっぱりあと分かんないのはね、台湾の歴史ですね。それも沖縄と一緒にですね、台湾の歴史やりたいと思います。見ていきたいと思います。この10年っ
ていうかね、それとやっぱり韓国の歴史、中国の歴史、その辺はですね、あのちゃんとあの勉強し直した方がいいなと思っています。まずはですね、あの高校のですね、教科書からですね始めるんですけど、そうですね、あのなんでそう思ったかっていうとですね、まあいろいろあるんですけど、さっき言った新潟行った時の、田中角栄記念館っていうのがあって、で田中角栄の本、なんか去年出た本がありましてね、実際にそれ記録した本なんですけど、それ読んで、まあ理解できないんですよ。あの理解できないというか、書いてあることは理解できますよ。だけどやっぱりね、本もそうですしネットもそうなんですけれども、要するに断片なんですよ。あの全体、要するに、森の中の木でしかないんですよ。本なんかもたくさん何十ページとかですね、何十ページじゃない、何百ページという本ありますけど、所詮はその分野の木の一つに過ぎないんですね。でも木だけ見ててもよく理解できないところがあってですね、やっぱり森もちゃんと見なくちゃいけない。そういう面で、まあ、森を見なくちゃいけないと、歴史的な森を見なくちゃいけないと思って、一からですね、勉強し直しますということで、まだ随分脱線してしまいましたけど、こうねやってきました。また今度ね、いろんなのまた分解しますけど、分解しますっていう、なんか分解しますって言うとなんか壊してるみたいな感じなんですけど、僕の分解はそこから何かを見つけてですね、それをまたこう元にというかですね、ちゃんと直してあげるっていうのがね、あの分解なんでね、はい。ということで、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、今年も1年いろいろとやっていきますんで、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ナオリンでした。どうもありがとうございました。失礼します。